私は比嘉忠と申します。今60歳です。18歳までは名護で生まれ育ち、20歳の頃から福岡の方で少林流を習っておりました。それから名護に戻ってきて、沖縄拳法、35歳からですね首里少林流を習い始めました。中村先生はの方で習ったのはですね35歳からでして、中村先生は慶文化財に2度推薦されてですね断った経歴があります。理由が、私はそんな素晴らしい人間ではないという言って断ったそうです。中村先生の人格を象徴するような言葉です。昨今は物欲の塊のような人間が増えましたが、先生のような欲のない生き方は見習う必要があると思います。空手を始めてある程度自分が強くなったというような気持ちになってですね、他流試合とかそういったものもやり始めて、それから、総合格闘技の試合に出るようになってですね、組み技の重要性に気がつき、合気道、グレイシー柔術、それから大東流柔術とかですね、組み技系の武道も習うようになりました。それをがあってですね、自分の今の空手はとても進化したと思います。好きな方はパッサイですね。うちの流派にしかないヌンティーという方ですね。それから五十四方が自分は一番好きですね。技としては隠し技というのか、抜き手とか平剣とか、あと、いわゆる正剣ですねが一番、得意ですね。首里少林流には武器術はないですね。ただ、沖縄拳法を修行している時は棒とか、サイ、トゥンファ、ヌンチャクというものは稽古しておりました。結局型ができないと古武道もの動きもできないと思いますね。だから体術っていうんですかね、まず体術ができて古武道に移った方が、自分はいいと思います。空手に先手なしという名言がありますが、批判を承知で申しますと、実践においてはそれはありえません。実践がないとまず胆力がつかない、覚悟ができない、無になる意味が理解できない、不動心とか無動的感覚が養えない。しかし強さを求めて武道を稽古してきましたが、今感じることは肉体の強さは脆いものであり、病気や怪我をすれば一瞬でなくなるものだと思います。ところが精神の強さ、優しさは継続して持ち続けることができると思います。空手を続けていくと鍛錬、経験を積まないと身につくことではないと思います。当たり前の日々の修練が人間を作っていくと思います。昨今の日本を見るにつけ、今だけ、金だけ、自分だけの世の中になっています。若い人が夢を持てる世の中にするには愛国心を持つ必要があります。己というものを理解し、他者を敬い、いつでも覚悟を持って行動することです。踊りもそうなんですが、空手も沖縄の人にはとってはもう、格言のない文化であり、何百年という歴史があり、それを今も、永遠と稽古して、次の世代にですね受け継ぐ重要なものだと思います。空手に関して言えば、今同僚生も増えてきて、毎日こういう会話ができるということが
私にとってはとても幸せに感じているところです。首里少林寺の何ですか、特別というわけでもないですが、今残ってる空手の中では一色の流派に今なってると思います。腰を2回振る揺り戻しですか、それが今いろいろ話題になってますけども、それを培うのは結局下半身ですので、足先から来る力というか波ですね、波動をどうやって腰から上体まで、伝えていくのか、それはやっぱり基本の歩みとか立ち方、そういったものを練習していかなければそれは身につかないですね。だから皆さん月の衝撃、この威力だけをそれだけを何て言うんですかね、見て、すごいなと思うかもしれないですけども、日々のこの稽古の中で、立ち方、歩み方、それができないと月っていうのは完成しません。それは型の稽古もやらないといけないし、地石とかですね、手首の運動もやらないといけないし、やることは結構あります。ですから短期間に習得するというのはまず難しい、だから今でも稽古生たちですね、苦労していると思います。首里少林流の特徴として、私が名付けたんですけども、揺り戻しという術があります。腰をこう二度振る動きになりますけども、それと縦回転が入る動き、メビウスの帯とかいう説明はしてますけども、まあ皆さんが分かりやすいように遠心塾と自分は名乗っております。その段階まで行くまでにはものすごく修行が必要ですので、そこを後悔したことはそんなにありません。これから道場生がですね、できるようになったらそういったことも詳しく集中してやろうとは思ってますけど、今は稽古に、差し障りのないようにやっております。トゥイディという術がありまして、本当はですね、型の中にこれは結構入ってるんです。ただそれを分解して説明する指導者が少ないような気がします。私がどうしてそれをできるようになったというか分かるようになったかっていうのは、最初に説明した中でですね、柔術系の武道を習ってですね、型の中にものすごくこの柔術の技が入っているというのを感じたんですね。それで関節技、投げ技、そういったものを今、掘り起こしながら、型を掘り起こしながら、空手独自のこういう推理ですか、それをまた復活させてですね、皆さんに一番同情性ですね、に伝えられたらと今、自分自身は研究しながらの教え方ですね、それをやっております。沖縄であったことはあまり差し障りあるかもしれないから、外国でですねあったことをちょっと一つか二つやりましょうか。じゃあ私がそうですね、20代の頃ですね、インドで、強盗に襲われてですね、山形で、切りかかれた時があってですね、その時の状況を詳しく説明すると、タクシーに乗って、この現場まで行く途中ですね、薄暗い、通りに入っていき、このタクシーの運転手が突然ここで降りろと言われて、彼はその時に山形を出してきてですね、カバンも置いて行きなさいと。でその時に私は若かったせいもあるんですけども、とっさに相手の急所を蹴ってですね、
カバンをこう置くふりをした時にここを見たんですよ彼が。その隙をもう逃さずパンってもうで足が出て、それからもうどうやったかもう今は覚えてないですね。もう無我夢中で何ですか相手をこう叩いた覚えがあります。でそのまま電車に乗って、まああの頃 SL ですね、電車はなかったですインドは。 SL に乗って次の町まで逃げたことがあります。もう一つはこれは実際喧嘩にはならなかったんですけども、これはですねアメリカで、シアトルという町で自分飲み屋でですね自分の友達がアラブ系の人で喧嘩場合ですよアラブ系は。それで向こうの用心棒と喧嘩になって、それで私はただそばで、酒を飲んでただけでこいつら大丈夫かって感じで見てたんですけど、そしたらやられたわけですよこの友達が。そしたらこの用心棒が何ですか、お前の友達はお前助けないのかって感じで言うから、でこの友達はまたすごいことを彼に言って、彼は日本で、チャンピオンになったことは空手マンだよとか言って、そういうふうに言うもんだから、じゃあ自分もやるつもりはなかったんだけど、この友達がじゃあやろうってことで、やってくれっていうことで、ちょっとした広いところ舞台にですね、バンドがやるような舞台があるんです。そこにじゃあ広いところがいいってことで自分は上がったんですよ。そしたらすぐ拳銃を抜くんですよ相手は。拳銃抜いてきて、もう距離があったから、もう距離があるともう、こっちはもう不利なんですよ。もう掴むこともできない、もう撃たれるから。でその時たまたまですよオーナーが店に入ってきて待てってことで止められたんですよ。で後からもし俺が飛びついたら撃ってたかって、撃ってたって。君は外国人だし空手もやってる、空手も武器だって俺は正当防衛になってたっていうアホな話ですね。素手と拳銃と同じように扱われるのがもうアメリカなんですよ。もうあの時に下手に喧嘩したらまずいなっていうのを感じましたね、はい。こう検索からこう行かないと、こうこうまっすぐじゃない、こうだよ、ま、丸くこう、こう、えこう、こっちで肘でリードしたらダメや、体全体でこう。こういう感じ、下から来るけど、あ、最終的にはよ、うん、こっちから、うん、これだけでも取れる。だから今ゆっくりね。少林流の中にですね、重要な術があって、それは私が見た範囲ですよ。まあ今 YouTube とかいろんな動画が流れていますから。見た範囲で、かなり、この術がですね、技と言えばいいのかな、が簡略化されたり削除されたり、そういったのが見受けて、それも今後残していかないといけないなというのがあります。型をしながらだったら、説明できるんですけれども、ピンヤンにしろナイフアンチにしろものすごくそういうのが抜け落ちてる部分ですね。自分はですね、日本人に、空手を教えたのは去年からなんですよ。その前はマリン兵とかあとエアホースの兵隊とかですね、沖縄に駐留する米軍に教えていました。15年ぐらい教えていましたかね。延べどのぐらいいるかちょっと分かりませんけども、今でもまたアメリカから、沖縄に来て、空手を続けている方もいます。
ですから、あの、沖縄で今習ってるのはまあ数名で、まあ、一番あの若い人がですね、興味がないというのが残念なことでですね、沖縄の文化を継承しようという若い者がいなくてですね、悩みの種ではあるんですけども、ただ本土からの稽古生は結構来ています。だから今後ですね、そういった文化も本土の方にみんな奪われるんじゃないかと、まあ、それでももうしょうがないと思ってますけども、熱があるのはやっぱり本土、そして海外ですねの同情生の方が熱はあります。今年ですね、ニュージーランドからも来てました。そのぐらい、本土外国の方はあの空手に対してですね、それも本場沖縄の空手に対して、ものすごい注目しているところです。まあ、今は同情生とですね、空手の話をするのが一番幸せですね。今まで、そういう機会がなかったもんだから、今はもうそれが一番の幸せです。